愛知県名古屋市の八幡山古墳は野球場のグラウンドほどの面積がある。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成円墳は古墳の墳球形式の一種であり平面が円形の古墳を言う。最大の円墳とされていた丸、墓山古墳古墳時代を通じて作られ直径数メートルから100メートル前後で 規模は中、小型のものが多い。墳形が単純なので、時期による形態の変遷は明確でない。墳頂部に母校を掘る前、中期のものは、墳頂部の平坦面が広いものが多く、後期には土満重形が増え、横穴式石室を持つ後期や終末期のものでは、墳頂平坦面が狭く、噴高がやや高い傾向にある。 なお、円墳に作り出をつけたものをホタテ貝形古墳と呼ぶ。前方後円墳の前方部が小さいものと解されることもあるが、作り出の規模の小さいものは円墳に分類することが多い。最大の円墳は埼玉古墳群中にある丸墓山古墳とされてきた。しかし、 奈良県奈良市にある円墳の富尾丸山古墳を市教育委員会が2017年に測量調査した結果従来直径86メートルとされていたこの古墳が直径110メートル前後に復元できることが判明したそうなれば富尾丸山古墳が丸墓山古墳を抜いて最大の円墳となるちなみに前方後円墳最大の大仙古墳の 公園部径は二百五十メートルであり、公園部径が百メートルを超える、前方公園墳は約五十基を数える。各地の代表的な園墳の名前、読み仮名、所在地、時期、規模、その他など、江釣り子古墳群高瀬山古墳、小塚古墳、車塚古墳埼玉丸、墓山古墳高山古墳芝山,山古墳群、車塚古墳城の山古墳、水品古墳群、 カブト山古墳、カスガ山古墳、カブト塚古墳。八幡山古墳、直径約74メートル、東海地方最大、1931年国の、史跡に指定富尾丸山古墳、門樹院西古墳、牧野古墳、宿ク塚古墳城縁屋、月山古墳城縁屋地倉山古墳、明神古墳3、明寺古墳、岡田山二号墳段の塚穴から、徳島県美馬市。 古墳時代後期の次の2期の古墳からなる。国の史跡千代丸古墳権現塚古墳福岡県、久留米市、直径約50メートル、高さ9メートル、集合が二重に巡る。遠藤、人物、家形などの継承埴庭が採集されている。築造時期不明。国の史跡、ありがとうございます。